感染の急拡大で福岡県内の病床使用率が 50% を超えましたが、服部知事は今朝、緊急事態宣言を現時点では要請しない考えを示しました。緊急事態措置と言いましてもですね、やはりこのアナウンス効果だけを狙って打ってもあまり意味がない。福岡県では昨日、火曜日として過去最多の4509人の新規感染者が確認され、病床使用率は 51.7% と国が定める緊急事態措置発出の目安の一つを超えています。しかし服部知事は今朝、重症者が6人であることや社会機能に大きな影響があるため慎重に判断したいとし、現時点では要請しない考えを示しました。また時短要請に 97% 以上の飲食店が協力しているとし、効果をよく見極める必要があるとしています。